こんにちは。ありがとう。急だったのに来てくれてありがとうね。嬉しい。ありがとう。こんにちは。久々かな、配信。久々配信。ありがとう。あ、森進ダック君、神ありがとうね。あ、久しぶりだ、みんな。みんな凍えてない？大丈夫？最近すごく寒いけど、あ、お仕事お疲れ、ありがとうね。あ、なんだ、手裏剣、ありがとう。寒いよね。あ、ディアス、なんだ、掛け軸、なんだ、推し、推し。 ディアス、服、神ありがとう。タマもペンライトありがとう。あ、推し活3億円。 3億年前から好き？掛け軸。テンありがとうね、テンさん。タマ、タオルありがとう。ラブタオル。推し活アイテムみたいな？ オカム、こんにちは。リアス、守りたいこの笑顔ありがとう。先生、ペンライトありがとう。ペンライト。ペッケも神ありがとう。神。推し始め？推し始めか。ありがとう。あ、タカさんもペンライトありがとう。クマペンライト。グーカワ。 面白この掛け軸。タマちゃん、グーカワありがとう。グーカワ、この手裏剣みたいなの何？あ、3億年前から好き。リアスありがとう。バッカも神ありがとう。あ、嬉しい。すごい久しぶりだ。久しぶりになった、なっちゃった。ありがとう。新規お餅、あ、お餅もまだあるんだ。え、まっちゃん、推し、なんだ、推し、掛け軸ありがとう。ありがとう。キラキラ？あ、手裏剣、あ、キラキラ、あ、ほんとだ。キラ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 、ほんとだ。全然手裏剣じゃなかった。ありがとう。キラキラ。ディアス、ペッケ、テーマ、キラキラありがとうね。カツオキュンありがとう。 BPM ペンライトありがとう。ディアス、タオルありがとう。ラブタオルありがとう。先生テーマをピッキャキャありがとう。キャキャ、推しの輝き、推しの輝きフェアですか。すごい、このエフェクト、細かいキラキラ、かわいい、ラメみたい。あ、タオル。 テンさん、タマちゃんもラブタオルありがとう。ディアスもキラキラありがとうね。ね、なんか手裏剣、一瞬手裏剣かと思った。ありがとう。お名前呼びますね。あ、先生、ディアスもキラキラありがとうね。タカさんも、ラブタオルありがとう。カンナさん、カナタカ、ヒラシマさん、マエちゃん、ニャンタ、タマ、ぐるぐるタオルありがとう。みっちゃん、マエちゃん、ディアス、こんにちは。ありがとうございます。クラッシャーノブ、テンさん、タマ、ヒロニャンマル、メンマッチャ、顔文字さん、ハッチンさん、ペッケ、はじめ、クマ、こんにちは。ありがとう。いや、ほんと2時間前の告知ですみません。本、クマさん、こんにちは。タマちゃん、ワッカ、ゴン太郎、こんにちは。ありがとう。そう、SU、こんにちは。ありがとうね。そう、今日は4時からね、常磐道を北上せよっていうサンドイッチマンさんがね、出演してる特番があるんですけど、マイルドすぎちゃん、よっしー、こんにちは。あ、ダク君、守りたいこの笑顔、ありがとう。そう、それをね、そう、 TBC だけじゃなくて TBS 系列何局かでこう放送されるので、同時視聴配信できるなと思って。 牛タン、ジスーさん、こんにちは。ありがとうね。ありがとう。そう。それで、SU、神ありがとう。神、上森、こんにちは。そう、去年もあったんですよ。北上する？そう。あ、TVer で見た？羽山、こんにちは。髪は長さは伸びたよ。そう、ちょっと前髪調子悪い。
調子悪い。そうだね、 TVer に乗りそう、乗るんじゃないですか、今回のも今年のも乗りそう。なんか今日顔薄いかな。そんなことない。そう伸びたね、色はね抜けたんじゃないですかね。最近なんか抜けてきたのかな、うん、抜けてるだけです。色が抜けてきちゃった、うん。かりあげくんこんばんは、タカさん、おししかかたんかけじゅくありがとう。おししかかたん、タカくんもキラキラありがとうね、キラキラグーカ、グーカは何種類あるんだろうね。この掛け軸ってランダムですか。グーカはディアさんありがとう。編み込みの髪型、編み込みのね、キュンキュンキュンって、そう4種類、あ選べるんだ、選べるんだ。じゃあその感情のとリンクしたものを、あそういうことね。え、なんだっけ、グーカワとオシシカカタンと3億年前から好きと、3億年前から好き、あーテーマ最推し、最推しだわー、ありがとう、最推し嬉しい、最推しタワーあるんだ。ありがとうテーマ、最推し、最推しでいてくれてる、ありがとう、最推し、ありがとうねテーマ、かわいい、クマ、クマさんがペンライト持ってるのかな、こうやって、ん、あうちわか、ん、うちわペンライト、かわいい、最推し、ありがとうございます。ありがとうね、今日はだな、あ目がハートになってるんだクマさんの。まさに押している瞬間ですねこのクマちゃん。ありがとう、先生神ありがとうね、神タマちゃんキラキラありがとう、今の感情に一番合わせたやつ送り、あそういうこと、いやー今の感情最推し、最推しハート。ありがとう、嬉しいです、ハッピー、ありがとうね、ダクくんキュンありがとう、キュン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 、あとまだまだ4時じゃないよね、テイさんペンライトもありがとうね、推し活ブームとかありますもんね、推し活ギフトかわいいね。カズちゃん、シンノ、こんにちは、ありがとう、先生もペンライトありがとう、キラキラ、タク君ありがとうね、新しい推し、メモチ結婚して、結婚してありがとう、結婚してタク君ありがとう、53分、じゃあまだもうちょっとある、いや日曜日ですね、だんだんたるき、こんにちは、おててのいちこさん、こんにちは、ぶんぶんこんにちは、ありがとうございます、今の感情、今日ちょっと、うん、こういう夕方ぐらいの配信久々ですね、夜とかが多かったもんね、うん、たくくん今日ありがとう、いやほんといつもみんなね SNS とかありがとうね、チェックしてくれててありがとう、おつつのいちこさん今日ありがとう、うん、明日朝早い。明日5時55分ニュースからの朝パターンですね。そう朝パターンからの昼までウォッチンですね。もう朝パターンで定着した。朝パターン、森のチャレンジ、
そうメールとかさ、本当送ってくれた皆さんありがとうございます。メールでも結構高確率で、そう結構採用されるそうありがとうね。いやすごいなと思って、うん、すごい、そうそう、いやでもねメール結構助かりますよ、うんやっぱ生放送なのでこうメールとかがあるとありがたいそうなんですよ、うん、森のチャレンジもね、そう森のチャレンジそう、ちょっと潤いが欲しい。唇はカサカサだ。メールアドレス、メールアドレスね、そうそうそう、だからホームページ書いてない。あ、そうなのか、うん、兄さんこんにちは。あ、これだ、そうウォッチン-イン、あと、ありがとうメールアドレスありがとうウォッチン -in@tbc-sendai.co.jp こちらになります。そうそうね、マニマニさん、ナラシカさんこんにちは、ありがとう。復唱した完了ね、ありがたいです。例えば本当にもう今朝は寒すぎてなんたらかんたらでしたみたいななんたらかんたら、例えばそう寒すぎてもう厚着をたくさんして、そうもう力士みたいな、すごい気膨れしちゃうみたいな、もうそういったなんか本当に季節その日感じたこととかでも全然大丈夫なので、そうメール、そうそうそう、その季節を感じられるようなっていうか、うん、タイムリーなことというか、うん、そう、そういうメールとかも全然ご紹介するのでね。ヒデさんこんにちは例えばもうこたつの中で猫と一緒にくるまる日々ですみたいななんか全然するの、あーほっこりってそうこの間スキーに行きましたとか、そう今年の雪はふかふかで気持ちいいですねとか、なんかそういうなんか全然本当そうです、しんくんたんこんにちは、ありがとう。メール苦手、あ本当にそうかな、でも意外とあそういうのがこう取り上げられるんだとか、そういうパターンもねあるかもしれないです。そう雪がね本当にサラサラなんですよ、びっくりなの、そう粉雪って感じ、こうサラサラってふわふわ、サラサラふわふわって降ってるし、そうなんか本当に鎌倉とか雪だるまとか作りたくなるあの感じ、パウダースノー、パウダースノーです今年は、いいね好きですよパウダースノー、雪重い、あーそっか
水分含んじゃうとね。お、始まった。サンドイッチマンさんとあばれる君と生駒さん、去年にね続きね、朝6時出発。いやでもいろんなところをねやっぱり回るので早いですよね、スタートは。うん。朝限定なんだろう。もう浪江町、浪江焼きそば食べたい、美味しいね。すごいよね、あの距離を北上していくっていう。通称常磐道、おなじみ伊達ちゃん号。今回の旅は福島県浪江町からスタート。あ、サカピーさんこんばんは、こんにちは。サンドのこれが東北魂だ、常磐道を北上せよ。12年目の福島宮城。あ、ちなみにこの放送中に TBC テレビのツイッターのアカウントからなんか私が告知してる動画ツイートが多分アップされると思うんですよ。多分ただいま放送中みたいに撮ったので、だからアップされたら教えて、私もあのちょっとリツイートしに行く。あ、今上がってる。ちょっと行くわ。ちょっと待っててね。少々お待ちを。今ツイートしました。これでいけるかな、どうだろう、これで戻ったかな。ごめんすいません、ちょっとショールーム初心者になっちゃった。あ、ティンプバラありがとう。そう、ちょっとあのお願いされてて、そうだからちょっとすいません、配信中だったけどリツイートしてきました。はい、拡散拡散しないとね。拡散は基本。ちょっと端末がね1個しかないから、すいません、こうちょっと行ったり来たりで本当ごめんね。気球乗ったことないな。ツイート見た、ありがとう、ありがとう、教えてくれて。熱気球いいですね、こういう働きというか。早いですね、もう1年後に気球をあげられたんだ。ミヤノマン、こんにちは。常磐道を北上せよ、視聴中って、テロップしよう。どう、いいなぁ、私も乗りたい。視聴中気球くん。
よし。トトロトロさん、こんにちは。ね、1年って早いですよね。早い。あ、体重制限？意外とシビアなんだね、気球って。風が、そんな影響を受けるの、気球って。難しいんだね、気球を上げるのって。レアな出来事だったのかな。でも楽しそう、お空お空。あら、2人までなんだ。確かにすごい深いんだね、乗るとき。いいね、取り付いてありがとう。乗ったことある？わあ。いや、これは絶景だろうな。わあ、もういい。もういいね。いい景色。カズーさん、神ありがとう。神。わあ、朝日が。綺麗。最高のロケーション。すごい勇気あるね、子供たち。高いところ怖くないんだ。すごいよ。落としそう、なんかスマホ危ない。いや、これは確かに朝日見たいですね。高所恐怖症、こう真下を見ちゃうと確かに怖いかもしれないけど、こう遠くを見ればさ、綺麗な景色だなみたいななりそう。楽しいだろうな。どのくらい乗ってられるんだろう。あ、光る、神ありがとう。こんにちは。神。そう。どうも、神ありがとう。やす、こんにちは。ああ、降りてきた。キャッチ。着陸。壮絶。デンさん、神ありがとう。お昼寝お昼寝タイム。ディアスキラキラありがとう。ぎゅうぎゅう。髪型かわいい。私あれにしようかな、明日。タマ神ありがとう。コジアス神ありがとう。ヒカル神ありがとう。チェキベこんにちは。でも、もうちょっと長さが、ちょっと長さがちょっと長さが、ちょっとしさん、こんにちは。
あれ時空がループしてる？ループしてる？動いてるかな？電波が安定しないかな？動いてる？おかえりなさい。ただいま。パッツン髪前髪切った。うん、パッツンの方がいいのかな。画質悪い？画質悪いですか？悪いんかい。お、ん？フグ？あ、あ、フグか。フグもいいね。うん、大きかったね今。お肉探すね。お肉。お肉。なんかフグがあばれる君の頭を舐めてた。舐めてたのかわかんない。フグ、フグ刺し短い。うー、ダックくん、かわいい、ありがとう。テンさん、神ありがとう。なんかね、お腹空いてくるね。美味しそうなの見てると。お腹が空いてきちゃうよ。グルメ。トヨタのあの新型のプリウスかっこよくないですか？めっちゃかっこいいなと思ってる。すごい進化してるね。やっぱりみんなはかっこいいって思う。やっぱり好評ですよ。山形かかし、ペンライトありがとう。やっぱり納車かかるんだ時間。そりゃそうだよね。そりゃそうだ。うん、ライトとかね、わあ美味しそう。メカブ、メカブいいな。メカブ、メカブ、今までなかった。うわー、本当に取れたてじゃんね。わー、おっきい。フグってこんなにおっきいんだ。わあ。たくさん。うわ、天然だってよ。しかもうわー、お腹が真っ白で、あのふっくらと
お腹かわいい。トラフグのお腹。ああ、お腹かわいい。お腹かわいい。ああ。え？どうだ？優しかった。優しいんだ、意外と。ニキミキさん、キュンありがとう。ね、噛まれるのかなって思ったけど、意外と優しかったんですね。え、お腹可愛くない？あ、尻尾がピョコピョコしてる。あ、サカピーこんにちは、鉄尾こんにちは、ありがとう、ゆる人々ありがとう。ね、プニプニだ、お腹真っ白、こんなにも。あー、やっぱり、あー、でも環境の変化はあるんですね、海の中のね、上昇してるんだ。おー、そんなに急に取れるようになったんだ。へえ。明るい色の車、すごい、こんなのあるんだね。え、なかなか生態系の調査って時間かかるみたいですよね。やっぱいろんなデータが必要みたいですからね。おっきい。しかもこんなに大きく育つんだって感じですよね。立派じゃん。え、トラフグってもともと大きいの？私が知ってるフグなんか このくらいにぷくってなるイメージなんですけど。ポン釣り、確かに。そうですね、活性化しますね。新名物。そうね、サンマちゃんもそうだよね。あ、フグによっては小さいのもあるか。ふくふぐってこと？え？あ、ふくとな。ふくとな。クトラ、いやー立派。ロガさん、神ありがとう。へえ、あ、養殖だと30センチぐらい。いや、嬉しいですよね、来てくださったらね。あ、かわいい、のぼりがフクトラって。え、すごくいいデザイン。すごい、フルコースフグの。美味しそう。もうありとあらゆる部分をこうね、調理して出してそう。福虎の貝っていうのあるんですね。怪しくない、怪しくない。光るキラキラ、ありがとう。確かにそうだよね、フグ調理するとしたらね、そうだよね。わっ、ねえ、ずるい、フグ鍋はずるい。あー、ねえ、プルプル輝いてるわ。わ、だしが美味しそう。あー、白子美味しそう。炙ってるんだね、大きいね、大きい。わあ、唐揚げ美味しそうだな。あ、ふぐ刺し。わあ、綺麗、綺麗に並んでますね。わあ、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 そん
な贅沢に撮っちゃう。わあ、いいな。贅沢です。ああ、言いますよね。やっぱり水温によってね、味が締まるっていうか。うん。ああ、釜飯。すごい、フグってこんなにもいろんな料理になるの。いや。もうフグ御膳食べたいね。うん。トラフグってそんなに美味しいんだ。うん。おおお。にぎにぎしてます。ふうのにぎり、にぎにぎ、へい、へもち、へいちょ。イカください。イカ煮缶。あら、小芝居。あ、わさび？わ、あ、これは入りすぎ。すごい汗だったね今。あ、わさび。お笑いポイント。締め。あー、卵ソースいい。いやー、美味しそうだった。浜子さん、こんにちは。寿司職人。はい、ちょ。1万円。おー。わー、今のところもうどんどんお腹が空いてきてしまっている。ねー。こんにちは。いいですね、こうやって東北のいろんなところにこう実際に足を運んでね、美味しいものだったり素敵な景色だったり施設だったり、やっぱ肌でこう体感することが大事ですよね。うん。いや、何か食べてね。うん。こんにちは。今日はフグにしよう。おー、いいですね。今度の宮城遠征食べまくり。食べまくり、嬉しい。昨日フグ食べた。どんな風にして食べたの？セブンさん、こんにちは。フグ刺しとフグチリ。へえ、フグチリってなんだっけ。フグね、お鍋か。ジーコさん、こんにちは。ねえ、お腹すく、お腹空いてくる番組。
でも幸せな気持ちになれるね。あ、なんか美味しそう、いいな、食べたいなって思いながら見ると、うん、美味しそう、食べたいっていう私は楽しいですけどね、美味しそうなものを紹介してくれる番組、うん、なんかいつか食べられるかなみたいな何の当てもないけどワクワクするっていう渡里町来ました、宮城来ましたよ。さあどこに行くのかな。あ、いいな。うん、あ、腹米し、いいね。もうなんかオールシーズン食べたいね、腹米し、うん、そっか、結構食べましたもんね、お肉にフグに。有能な若手、有能な若手が集まっている場所、渡りに、うん、ああ、野球場なのかこれ。あ、ホッキ飯もいいね、今の時期。たらこ飯、嬉しい、そうだったんだ、嬉しいね。え、スケボーね、いや、やってみたいよ私も。だってなんかすごい身体能力がさ上がりそう、スケボーって。でもなんか子供の頃からやるのが絶対いいんだろうなって思う、この身軽な感じの頃にね、体に覚えさせるっていうか。温泉の近くか、そう、なんかもう今だったらなんかもうさ、平らなところを滑るのでいっぱいいっぱいかもしれないなんかプロスケーター、あとこの帽子の感じもなんか良くないですか、こうニット帽とかバケットハットとか。ピーチプーさんこんにちはすごい、北海道から東京から、かっこいい、かっこいい、すごい、渡りトリプルシープロジェクト、うーん、あ、いろんな、あ、いろんなジャンルの方が、へえ、面白いね。ケングロさんこんにちは。え、また美味しいもの、お茶っ子の会、あ、こういう集まりがあるんだ、すごい元気ですね、お母さんたちもすごいねえ、なかなか今こういう場ってあんまりないんじゃないですかね、意外と。すごいなあ、うん、笑顔が良かった。あ、蝶々、
町長の登場。あ、一応スケボーを持って。そうだね、スターがまた宮城から出てほしいな、ぜひ。え、すごい嬉しいね。あ、町長、町長も寝そべっちゃったよ。ね。そんな、おお、いける。あ、ちょっふさってジャケットが。確かに町長が一番前なんだって思った。かすった。あの水族館ですね。うん。すごい。あんなにジャンプできるんだね、スケボーって。飛距離っていうか、ふーんって。男性4人分。いまだに行けてない。そう、あの水族館ですよ。ね、パンって感じなのかな。スケボー飛ぶとき、パン、一気に踏み切る。あの水族館ですよ。続いてはあの水族館ですよ。CM のナレーション。仙台の進展をチェック。テンション好き。嘘、本当に嬉しい。頑張ってる。頑張ってる。気持ちを高めてね。気持ちを高め。分かんなかった。そうだよね。あんな話し方しないもんね。何回も聞いた。いやー、ハイテンションで最初分からなかった。そう、あんな声も出るんです。お、仙台に来ちゃいましたよ、仙台市。あ、もう旅の終点か、早い。来ました、海の森水族館。え、もうあと15分。あっという間すぎ、早っ。いやー、いいね、おっきい水槽。悠々と泳いでますね。50種も。お、新しい仲間が加わってるん。イワシ。
あ、なんだっけなんだっけ、スナメリ、へえ、松島湾で、かわいい、かわいいね、スナメリ。あ、なんか仲良くしてるサメさんとサメと仲良しなのかな、スナメリ。あー、マリンピア行ってた。あー、すごい懐かしい。あー、思い出の場所。いや、本当に大好きでした、マリンピア。あー、そっか、うーん、いや、すごくいい施設だったんです、本当に。いや、懐かしい、一気に懐かしい気持ちになった今。うーん、ねえ、絶対みんな一度は行ったことある場所。そう、そうでね、またショーがね、いいんですよね、この水族館。うん、なんかかっこいい、あの何、魚スーツって言うんですか、 なんて言うんだろう、すごい、ほやほやスーツ、すごい、あんな、あ、シロエーさん、へえ、シロエー、へえ、有名ですよね。うん、そうなんだ。面白そうだね、コラボしたらね。面白いよね、この映像との融合って。なんかどっちが映像でどっちが本物の人だっけみたいにね、うまーくさ融合してるんですよね。確かに海の生き物、あ、ヨシキリザメだったんだ、サンゴタツ、あ、やっぱりホヤだったイサキ、うん、オオカミウオ、へえ、うん、ねえ、どんな風にコラボしてるんだろう。木の絵音声さん、こんにちは。もうルービックキューブ、あー、サンドウィッチマンさんだ、すごい、一緒にコラボできんの？フェットペンライト。ライブやん。そっか、特別編なのか。うん。高尾さん、こんにちは。エマちゃん、ペンライトありがとう。わ、いいステージ。テンさんもペンライトありがとう。いやー、綺麗ですよね、やっぱりこうペンライトの景色。ペケンペンライトありがとう。テンさん、神ありがとう。先生、高さんもペンライトありがとう。ダック君もありがとう、ペンライト。ディアスキラキラありがとう。わあ、イルカさん、イ
ひかるみさみささんペンライトありがとう。おきみっきさんペンライトありがとね。なあ、モフピン流れ星ありがとね。すごい回転してて、ねえ面白かった。ミキミキさん流れ星ありがとうございます。ねえみんなそれぞれいろんな試みが見れましたね。お、あら、あわれる君にプレゼントが、どんな、お、え、イルカさんからあー、サカピンサカピンどうもありがとう。え、あれ、あ、キューピットか、あれ、あ、キューピットごめんなさい、キューピットありがとう。へえあね、 TVer でもね、すごい TVer で、今回ねちょっと放送局じゃなかったなっていう地域でも TVer で見ることができます。ぜひもう一度見たいなっていう方もぜひ TVer で、ぜひ。面白かった、ありがとうね。なんかすごいほっこりとした温かい気持ちになれましたね。うん、暴れるくん面白かった暴れるくん面白かったね、よかったご飯もすごく美味しそうだったしね、みんなとも一緒に見れてより楽しかったです。私もよかった、いい番組でしたって言ってもらえて、極上せよ。うん、リアクションね、フグも食べたくなったしね、夕飯そもそも夕飯を食べたくなったうん、気が付いた。いや、暖かいもん、そうだよね、寒いもんね、温まりたい。三連ちゃんさん、神ありがとう。水川姉さんこんにちは、ありがとうございます肉かな、フグかな、フグ食べに、そうだね、福島のあの福トラ福トラね、気になりましたよね。白子が食べたい、うん、今の時期本当に美味しいよね。飯田デビューも復活してほしいですね、ブランドがね、うん、いやっぱりこういう地元というか東北に密着した番組は
んか見てて親近感もやっぱりあるし、よりね今の現状を知れて、なんかみんな元気にねこう前を進んでる感じが伝わっていいですよね。みんなやっぱりトラフグが結構気になった、飯舘牛とかトラフグが気になった感じかな。うん、あくくさん嬉しかったよかったー、地元密着地域密着。アトマークさん大好きだわ、ありがとう。え、こちらのクマさんもかわいいね。え、どうなってんの、こんな感じかわいい、ありがとう。アトマーク大好きクマさんタワー、ありがとうございます。こんな感じになってるクマが、どうなってる、ニコってしてるのかかわいい、サンヨシ、サンヨシ大好き、キュルルンって、嬉しい嬉しいわ、サンヨシ大好きって、ありがたいわ、ありがとうね。アトマークニコってしてるのかな。カネコンラブタオルありがとうね。この番組毎年そうだね、いやでも続けてこうできるのもやっぱりこう皆さんがこう見てくださってこう反響をね伝えてくださってっていうのがあるからこそ、あと TVer でねこう見てくださったりとかだからこそね、こうやって毎年できることだと思うのでね、うん、私が無意識にやってる、え、そうなの、こんなこと言ってる、私無意識にこんなことしてないよ、そんなかわいこぶかわいこぶるというか、無意識にやってた、それはなかなか大変だ気をつけようこれ無意識にやってたら大変だわ、気をつけよう。そうまことの、流れ星ありがとう。自然と可愛いという意味だよ広辞苑によりますと自然と可愛いという意味です、これは、はい、愛知から降るかも、え、すごい、何で、へえ、究極のぶりっ子、究極のぶりっ子、いやでも今日そう今月さ、そうもう1月もそうあと2日でね終わっちゃうからね、また配信したいなと思ってて、で今日ねこうしてみんなと見れる番組もあるし、こう配信できるチャンスもあるなと思ってできてよかった、うん、そうもう2月ですよ、早っ、この間年越したばっかりっていう気持ちなんですけれどもね、私としてはね、うん、もう正月も終わりかっていう、いやー早いね、うん、そう2月もよろしくです。いやまた寒くなりそうだからね、早く暖かくなってほしいけど、そうだよ、雪かきお疲れ様です、大変だよね、うん、よろしゅう、雪
まあでもね、スキー場は結構雪はね少ない方だなってなってるのでね、スキー場のところにこう綺麗に降り積もってほしいよね、なんかうまくえ、みきみきさんお持ちありがとう、としーらさんこんにちは。そう、スキー場パウダースノー、相馬さん神ありがとう、いやでも久々にスキーしたい、私スキーがしたいんです。全然できてないけど久々にスキーがしたいんです。始まりの雪が降ってきた、新しい世界が広がる、スキーベスキー場行きたくなりました。そうだよね、いやスキー滑ってこう温かい味噌ラーメンを食べてみたいな、そういうねゲレンデでの過ごし方をしたい、立川田さんこんにちは。カレー、カレーなのかな、ラーメンじゃない樹氷もいいね、好きね。え、味噌ラーメンでしょ。スノーボード、なんかスノーボードがさ、でこうバランス取れればさ、スケボーとかもなんかそれに使えそう、応用できそう。竹広さんこんにちは。え、スキー場はカレーなのみんな。へー、カレーだっけスキー場って、ラーメンじゃないの。え、多分それあれかな、その県ごとにご当地ごとに違うって感じ。え、カレーなの、ラーメンだよ。え、周りみんなラーメン食べてたよ、私がスキー行ってた時みんなラーメン。え、カレー、スキー場ってカレー、それはびっくりだわ。もう圧倒的ラーメンだと思ったんですけど、まあ、味噌ラーメンに限らず絶対、手袋取るよそりゃ仙台の味噌ラーメン美味しかった、ああ嬉しい。なん丼物系も確かにあるけど、もうだって絶対負けるじゃんアンケート機能使っても絶対もうカレー 90% ラーメン 10% みたいな絶対そうなるでしょカレーで育ってきたんだ、そうなんですか。投票してみる、一応してみます。じゃあ1番がカレーで2番がラーメンで カレー、あ、それは知らなかったです。ちょっと私の中でのちょっと一般論がずれてたのかなもう世間的な、もう世論としてスキー場ではカレーみたいな。いや、ここまでねみんなの意見がカレーって揃ってるとカレーなんだなーってでもさラーメンはさ、スープがあるんだよ、温かいスープが、それでこう体がじんわり温まるって感じになるんじゃんへー、投票終了。あー 67% カレー、なるほど、カレーまた温まる、そうなんだ。そんなに雪山とカレーって合うんだ。ちょっと未知の領域でしたそうなのか。エレハナ大好きさん、アイセさんこんばんは。カレーのイメージが、
カレーは飲み物。カレーは飲み飲み物ではありません。カレー、そういえばカレーを最近食べてないかもな。まあカレーはね美味しいよね、どこで食べても間違いない。まだ私社食のカレーを食べたことがないな。味噌ラーメンは食べたことあるんですけど、給食のカレー、あ、美味しそう。気になる。そうだよね。北海道フェアの味噌ラーメン美味しかった。美味しそう。昔桜祭りで一般開放された時に社食で食べ、そういう時もあったんですね。どうでした？まあでも確かに社食あの辺りがね、確かにあんまり飲食店がないからね。ラーメン食べたけど美味しかったよ。そうなんだ。覚えてくるんだね今でも。仙台は味噌ラーメンなのかな。まあ、仙台味噌があるからかな。どのラーメンも美味しいですけど。私は断然味噌ラーメン。味噌ラーメンか豚骨ラーメンか、かな。麻婆焼きそば、そう麻婆焼きそば発祥の地なので。若きゅんありがとう。そうあんまりあっさりしたラーメン選ばないんですよね。美味しいんだけどね、美味しいんだけど、あっさり系選ばないです。コミさんこんにちは。若きゅんありがとう。キュンキュンキュン。サンマーメンザ中華みたいな。ありがとうね若。あんかけか、あんかけ系もあんまり、あんかけ系だったらこう天津飯とかかな、食べるとしたら。ホタテラーメン、鴨だし、鴨だしラーメン気になるよね。あれ美味しそうだったな。台湾ラーメン。水曜クラブさんこんにちは。ヌードルショップ荒川。バナナジュースが美味しかった。どこ。そうなんだ。
べたい食べたいね。ピザも食べたい、マーボー焼きそばもラーメンも全部食べたい。みんなのお腹を空かせてしまう配信。何か食べる配信？ああ、何がいいでしょう。確かに何か面白そうな面白そうなものを食べる配信えわかキラキラ、ありがとう。キラキラ、いや、美味しそうなもので全然いいと思うんですけど。あ、ダックくん、虹ありがとう。虹ありがとうね。虹、タマもキラキラありがとう。今朝も流れ星ありがとう。こんにちは。キラキラありがとうね。ね、なんか激辛出てましたよね。いや、私そこまで激辛耐性はないと思うよ。あれはやばそう。なんかもう涙が出るらしいね。うん。ディア好きなキラありがとう。池様の流れ星ありがとう。最高暮らし。よし、なんか歌おっかな。よいしょ。うん。セリだったの。嬉しい。アイスブルーの瞳、こんにちは。そうですよ、痛いのはね。ちょっと台湾ラーメン美味しそう。マーベラス、ダダ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 ダ。あの歌ってなんて言うんだっけ、タイトル。マーベラスあるのかしら。すごい、また可愛くてごめんが1位だよ、カラオケランキング。あ、ある。歌えるかな。マイクベタベタするんだけど。いや、俺はヘッドホンがベタベタするな。お前それドーナツだよ。しかももう片方ピロ式じゃねえか。うまそうだな。なるほど、通りで左右のベタベタが違うわけだ。そういうお前のマイクロフォンもチョコバナナになってるし、すでに口の周りがチョコまみれっておかしくないか。ちょっとそのヘッドフォン一口くれよ。ダメだ、頼むからくれよ。ピロ式の方やめとけ、ベトベトするぞ。いいからよこせって。やめろ、もう遅すぎるかもしれないが太るぜ。え、何言ってんのお前、まさか知らないの。太らないんだよ。どういうことだ、説明しよう。ゼロカロリー理論とは、ドーナツは真ん中が空洞になっていて、形そのものがゼロを表しているのでゼロカロリーなのである。なんだって、ピロ式は110度を超える油にカロリーを耐えることができないからゼロカロリーなのである。そんな夢のような話があるのか。甘いものとしょっぱいものを交互に食べるとゼロカロリーなのである。じゃあ何を食べてもいいのか。さらにこの曲を歌えばゼロカロリーなのである。ちょっと何言ってるかわからないな。何がわからないんだよ。ああ、ドーナツ、カステラ、柿の種、どれだけ食べてもゼロカロリー、牛タン、セリ鍋、ずんだ餅、この曲歌えばゼロカロリー、ラーメン、焼肉、ハンバーグ、とんかつ、すき焼き、油揚げ、牛タン、セリ鍋、ずんだ餅、この曲歌えばゼロカロリー、もういいぜいい曲、いい曲だ、すごい。
すごいいい曲。タカさん流れ星ありがとう。すごくね、漫才シーンがありました。タカさん、流れ星ありがとう。ね、漫才シーン盛り上がりそうだね。モフピーダルもありがとう。コントやってました。しっかりとした漫才。ドーナツね、とにかく何を食べてもゼロカロリーですよっていう夢のような歌。いいね、もういいぜ。うん、面白い。ゼロカロリー。朝かませり鍋、ずんだ餅、はらこ飯、柿の種。そう、この歌を歌ってもゼロカロリーになるんですよ。タカさん、キュン、ありがとう。ありがとう。今の人気曲ランキング見ますと、ほうほうほう、アドさん多いですね。アドさん、なんかないかな。すごい、やっぱりいろんな曲があるよね、こうやって改めて見ると。ちょっと待って、みんなのコメント見ます。 I love you あるのかな。横にいた猫に不安を打ち明けながら、スズメの戸締まりめっちゃ泣いたでしょ。めっちゃ泣いたよね。
ックナンバーで検索して、あ、あとは、え、歌えるかな、あ、ちょっと待って、公園の地場が待ってみたいな感じだっけ、公園の地場が待って、いる親切に、どうも僕もそんな風に軽やかでいられたな、横切った猫に不安を打ち明けながら、ああ君に会いたくなる、どんな言葉が願いが景色が君を笑顔に幸せにするだろう、地図なんかないけど歩いて探して君に渡せたらいい、偶然と君の周りに浮かんだものに触れて、ああ何を作れるだろう、どれも支えで頼りだけついで、僕の世界の模様はできてる、おしゃれではないけど前のパン屋と踏切の閉まる音、ああ君に会いたくなる、どんな言葉が願いが景色が君を笑顔に幸せにするだろう、地図なんかないけど歩いて渡せたらいい、道のりと時間を花束に変えて君に渡せたらいい、おー、I love you ありました、 I love you ありがとうございますありがとうね、パチパチありがとう、イエスもキラキラありがとう、天さんも神ありがとう、ミラーボールもね、ありがとうございました、天さんもキラキラありがとう、キラ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 も笑った笑った、シークシーク
スズメ。ルル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 ってやつ。ルルルルルル。モフピー Q ありがとう。ルルルルルルル。ガッテンライオラララララララ。何かありますか？もしようがダメだ。もしよう。お返しします。お返し申す。君の笑い方はなぜか寂しさが見えた。わからないよ。寂しかな。なってやった。僕にはない、僕にはない、君にとおけあらせる。って感じですよね。うん。ひゅー。すごいだんだん。暗くなってきて、いつものライティングの感じになってきましたね。今日はちょっと明るい時間から始めたから。よし。あっという間に。ココプラ？心のプラカード。ね、知らない間に真っ暗になってた。何を歌おう。ラストラスト。うん、意外と思い浮かばない。歌う曲思い浮かばない。バラどこ巡り。バラサブタイトル。タララ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 ラ決勝。タララ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 ラルーレット？なんだっけ？テンションチャ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 テンションマックスグーチャ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 カチャ大ジャンプ。なんかあの AKB のグッズのあの歴代のシングルのさ衣装の生写真？アクスター？なんかすごくいいなと思いました。いいね、あの企画というか。私だったらどの衣装だったのかなみたいなね。面白い。しかもそう衣装さんがこう当て込んでくださるから、そうどんなのになるんだろうですね。ファンさん好きになってもっと私を見てもっと。うん。私は愛の構って投げきつけ水に飛ぶまた誰かに触る。
あ、なんかこれ歌いたくなった。あ、どうしよ 久々だからどうかな。シュシュー。うん。いいですね。アイドル曲はいい。アイドル曲は良いです。とても元気になれる。あ、これもなんか歌いたい。ちょっと。これでラストにします。ラストじゃなかった。初めはピンとこなかった。ちょっと面倒な気がしてた。聞かれることだけ黙ってうなずいた。いい人だとは分かったけど、まるでタイプじゃなかったからよ。仲良くならないつもりだったのに、どこでどうしちゃったんだろう。私知らぬ間に恋に落ちてたの。何がきっかけだったのか、入り口を思い出せないのよ。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの。何も手につかないくらい。あ、ミラーボールありがとうございます。全然かっこよくないの。周りの友達はみんなどこがいいのって呆れているけど、今までいなかったような純粋な目をした人、私の中に免疫なかったのね。何がどうしちゃったんだろう。私気づいたらメール待ってたり、ラブソングを聞きながら泣いていたり、女の子の上の空病。ハート型ウイルスが性格変えちゃうみたい。新たに熱上げてゆく。息苦しくなるの。頭ぼっとしてしまって、愛の意味も気づかなかった。絶対にありえない。ゼロカロリーだなんて絶対にありえないけど、あなたのことが好きみたい。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの。何も手につかないくらい。何も手につかないくらい。
ありがとうございます。ハート型ウイルスでした。ありがとう。ちょっとねアレンジしちゃいましたけどちょっと何言ってるかわからないっていうねコメントもありましたけど、確かに私も自分で何を言ってるかはわからなかったです。はい、わからなかったです。誰か助けてって感じでした。はい、モフピーキュンありがとうフフ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 フ大事ですわ。そうね、この今夜も冷えるんじゃないですかね、また、うん、ザッキーさんキラキラありがとう。またね明日の登場予定もねこの後お知らせします。朝パターンからの昼までウォッチンですがね、うん、いや来週も盛りだくさんや来週も盛りだくさんやって感じなので頑張ります。はい、ひゃー、ありがとう。うん、みんなも体調気をつけてね。寒い日が続くからね。そうね、1月もありがとうだよ。うん、雪とかね気をつけてね。うん、ではラストランキングを読んでいきます。ありがとうございます。13位が和歌です。ありがとうございました。和歌ありがとう、おめでとうです。13、配信ありがとう。放送地域じゃないけどお話で楽しみましたし、お腹すきました。キャーン、 TVer でねぜひ見れるので見てね。なんかね私も空いてきたぞ。美味しいもの食べてゆっくり休んでね。またね。そして12位がメンマッチョです。ありがとうございました。12位、河原カフェとウグイスのおすすめあったら教えて。ウグイスがねお店閉まっちゃったんですよ。河原カフェはなんだろうでもなんかランチねその日替わり定食みたいなの美味しいかも。うん、美味しそうだった。同時視聴やっぱり楽しいなね。そうだよね、ほんとみんなも見れてよかったなって思います。またねこういう特番同時視聴あったらしましょう。ありがとうね。そして11位がみきみきさんです。ありがとうございます。おめでとうございます。11位、ありがとうございました。もしねよかったらちょっと不定期な配信ですが来てくれたら嬉しいです。ありがとうね。またまた待ってます。はいありがとうございます。そして10位がひかるです。ありがとうございました。ひかる第10位おめでとうございます。お昼で30分ほど遅刻しました。ごめんなさい、危険起きて気づけてください。うん、ごめんね、こちらこそね、あの告知が遅くなっちゃって。 I love you 聞きながらギターで伴奏できた本当に伴奏してくれたの、すごい、できるんだ、すごいわ。昨日1月27日は隣君2周年。あー、隣君、隣の君、隣に君懐かしいね、懐かしの。去年起こしたあかりの隣に感じられることとても嬉しい。あ、本当に、やったー、よかった、それは嬉しい、覚えててくれてね。あ、だるまもありがとうね。イエイ、 2年も経つんですね、もうね、早いな。いやありがとう、またね、結婚して、ありがとう。
とね、配信もね、遊びに来てね、いつもありがとう。そして9位がタマです、ありがとうございます。タマ配信ありがとう。明日も朝パターンからの昼間のロケ頑張ってね。うん、頑張る。凍結にお気をつけて、今日も帰りたい。ほんと前髪の調子がデメデメでしたけど、ありがとう。明日も頑張るね。守りたいこの笑顔守ってありがとう。頑張ろう、お互い頑張ろう。ありがとうございます。本当ね。そして8位がダックくんです、ありがとうございます。ダックくん8位、おめでとうございます。配信ありがとう。同時視聴楽しかった。2月もよろしくお願いします。よろしくだよ。2月、寒い冬を一緒にポカポカに乗り切るんやね。よろしく、ありがとうね。本当に1月もね、とても楽しかったですけれども、ありがとうございます。黙ってますね。そして7位がたまちゃんです、ありがとうございました。たまちゃん第7位、おめでとうございます。一緒に配信見れて嬉しく、番組見れて嬉しく、I love you も届けてありがとう。仕事の幅が広がってるの楽しみです。頑張り番組、頑張り番組ね。いつかね、本当に夢ですよね。うん、地道に頑張ります。ありがとう。またね、来てね。楽しかったね。そして6位が、てんさんです、ありがとうございます。てんさん第6位、えい、オチの CM 風にお願いします。なになになに、何のんびり一緒に楽しいテレビを見れて幸せ。和牛のステーキ食べたい。 I love you。 次日がパン屋と何アンケート企画クオカードで声明送りできた。おおめでとう、やったね。ありがとうね、応募してくれて嬉しいです。ラジオも昼間でウォッチもね、送ってくれてありがとうだよ本当に。いやね、だからご紹介させていただいたりしてますもんね。ありがとう。最推し、最推しだー、ウマベラス、ありがとうです。またね、来てね、待ってますね。あ、ランキング変わった、あれあれ変わったね、変わった。あー、どこからだ。5位、タカさんかな、んあれ違うか、ん6位、タマ、6位、タマ、あれ、あ、待って、そう、え、あれ、じゃあ5位か、5位、あ、5位、タカさん、1月ラストの配信ありがとう。2月よろしくです。2月は誕生日、ああ誕生月、楽しい時間ありがとう。2月バースデー、バースデーキャンペーンですか。もう良きお誕生日をね、迎えたいですね。うん、ありがとう。バスで楽しみだね、ありがとう、また来てね。そして4位がディアスです、ありがとうございました。ディアス4位、ありがとう。おめでとうございます。第4位でした。カリンのブリッコポーズ好き、北上したいから今年も桜祭り希望カリン大好きね。こういうイベントとかもね、またね、あるかもしれないのでね、楽しみにね、待っててくださいな。うん、そうね、そしてイベントがあったらぜひね、またおそらく会えると思いますのでね、多分いると思うな、イベントの日はな、うん、会えたらいいなって思います。そう、ありがとうね、楽しみだ、ありがとう、またね。そして第3位がアトマークです、イエーイ、アトマーク、すごい、ベスト3に、おめでとう。タワーもね、ありがとうございました。大好き、大好き、大好き、くまさん、ありがとうね。番組は明かり配信なかった、見てませんでした、ありがとうございます。いがったな、あ、そうだったの、おお、よかったよかった、嬉しいです、そう言っていただけると。あ、よかったよかった、それは間に合っていがったなね、いい番組でした今回も。うん、またぜひね、配信もね、遊びに来てください、ありがとう。そして2位が先生です、ありがとうございました。2位先生ね、午前と午後練習、あ、イベントにみゆりちゃんとみのこしさんの、あー、いいな、
序盤で北上していくので、そっから新銀河ね、この道通ってきてるなってね。うん、そうだよね、いろんなスポットがねまだまだねたくさんあるよねきっとね。でもどっちか頑張って、うん、MC パワーをつけられるように頑張ります。電話のコール1コール目2コール目ね、メールもありがとう、いつも、うん、応援していますね、中継とかね。日本とラジオカーもまたね登場すると思うので楽しみにしててください。うん、寒いので暖かくして、明日も早朝からお仕事頑張ってね。そうね、配信もでもまた会いましょう。ありがとう、本当にいつも細かくチェックしてくれて感謝。1月も配信でね、そうよかった。2月もよろしくだよ、よろしくね。寒い中テニスの練習も大変だと思うけど、風邪ひかないようにね。ありがとうございます、またね。そしてゼロポチ第1位がテーマです、ありがとうございます。採用したわ、ありがとう。採用し、ありがとうね。お疲れ様、同時視聴楽しかったよ、明日もウォッチング頑張ってちゃんと録画してみる。嬉しい、嬉しいです、ありがとうございます、ね、同時視聴も良かった、楽しい番組でしたね。いいですねやっぱり。ありがとうね、今日もお仕事終わりに急いでね来てくれてありがとうね、ほんと。うん、またぜひ番組等々ラジオ等々ぜひよろしくです。ありがとう、ゼロポジ第1位はテーマでした、採用したわ、ありがとう。みんなもコメント欄でねパチパチありがとうございました。パチ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 、また明日から1週間始まりますがファイトシンプルにファイトね、笑顔忘れず、笑顔楽しむ気持ちを忘れず、ポジティブに前向きに寒さに負けずポカポカとした気持ちで温かいものを食べながら、はい、過ごしていきましょう。ありがとうね、本当に楽しかったね配信。じゃあまた2月かな配信、うん、ありがとうございました、またね。スクショ、スクショしてなかった今日、今日な、何のスクショ、何スクショだ。1月ありがとう、1月ありがとうみたいなはい、じゃあみんなもゆっくり休んでください、またね、ありがとう、おやすましゅー。